取り付くのが非常に困難で、それほどの、人波です、4階以上あるそうなんですが、それもみんな人で埋まっているという、ちょうど思い起こせば42年前に私はまだ18歳で、ここにいました。代々木公園にいたんです。その時は日米安保を改定反対ということでここにいましたけども、今日はそれはその時はやはり学生とか労働者の集まりだったんですが、今日はやはり毎週金曜日の首相官邸前の講義と同じように多くの、普通の市民の方が、来てらっしゃると思います。僕も日本人一市民としてここに来ました。本当に40年以上ぶりにこうやって日本の市民が声を上げているというのはとても私も感無量です。まあ、それほど、原発に対する恐怖や、日本政府の原発政策に対する怒りというものが日本国民に、充満しているんだと思います。でその毎週金曜日の首相官邸前の講義も素晴らしいことだと思いますが、残念ながらそれだけでは、原発は止まらない、再稼働されてしまった。もちろん諦めずに声を上げていくことは大事ですが、どうもそれだけでは、政府の耳には届かないらしい、残念ながら。というわけでこういう大きな集会を催したり、それからパブリックコメントをじゃんじゃん書くとかですね、あるいは、地方の主張、脱原発の主張をどんどん日本に増やしていくこと、ちょうど今月末にも山口県知事に伊賀哲也さんが立候補していますが、そうやって、地方にもとても、見識のある市長さんがたくさんいますので、そういう声も集めていくこと、それからですね、長期的にはなりますが、すぐ止めろと言っても止めないのでですね、我々にできることは何かといえば、その電力会社への依存を少しでも減らしていくということですね。はい、こういう声がもちろん、彼らにも少しプレッシャーとなって、届きますし、まあ、本当に、電力会社の、料金体系の決め方の問題とかですね、発送電の分離とかですね、地域独占とかそういうものが、どんどん自由化していけば、原発に頼らない電気を我々市民が選ぶことができるわけです。また、一家庭や事業所などがですね、どんどん、自家発電していくと、そうやって、時間はかかりますが、少しでも電力会社への、依存を減らせばですね、私たちのお金が電力会社に行ってしまって、それが原発のものになって、そういう施設になるわけですから、そういうところにあるお金を少しでも減らしていくということはとても大事だと思っています。はい、それで言ってみれば、たかが電気です。たかが電気のためになんで命を危険にさらさなきゃいけないんでしょうか。はい、そうです。それで僕はですね、いつ頃になるか分かりませんけども、今世紀の、半分ぐらい、2050年ぐらいには、電気などというものは各家庭や事業所や工場などで自家発電するのがもう当たり前と、常識という社会になっているというふうに僕は希望を持っています。そうなってほしいと思います。たかが電気のためにこの美しい日本、そして国の未来である子どもの命を危険にさらすようなことはするべきではありません。お金より命です。経済より生命、子供を守りましょう。日本の国土を守りましょう。はい、最後に Keeping Silent
after 福島 is barbaric。 福島の後に沈黙をしていることは野蛮だというのは私の信条です。